島根県累計が1万人を超えました島根県での新たな感染確認は172人保健所管内別で松江52人増田50人出雲38人などとなっています累計は1万48人と1万人を超えました1日の確認数172人は過去3番目の多さです 感染確認の推移です。昨日から7。5人、1週間前からも7。5人増えています。新たに2件の感染者集団クラスターを確認です。1件は沖ノ島町内の学校で、これまでに職員5人の感染が確認されています。沖保健所管内では初めてのクラスターです。もう1件は益田保健所管内の児童福祉施設で。 これまでに職員または利用者16人の感染が確認されています一方、鳥取県で昨日感染確認された79人は保健所別で鳥取市37人、米子子32人、倉吉10人です昨日より27人増えましたが感染者数は一進一退です鳥取商業高校では 今月3日以降、複数の関係者が感染、春休み中ながら、きょうから臨時休校の扱いに、また鳥取県の県庁職員1人と、鳥取市の職員2人が感染、業務は通常通り行っています。